常にこそ速森も糸へ、こよいぞと思うは、月の光なりけり前田源威前田源威は、戦国時代から安土桃山時代にかけての僧侶、武将、大名、豊臣政権のご奉行の一人、天文8年、美の国に生まれる。関西重修所家父によると、前田氏は、加賀藩主前田氏と同じく、菅原氏の一族として収録されているが、藤原敏人の末裔にして、 斉藤史流の末元が、美濃国安八軍前田に住んで、前田氏を称したという。若い頃は、美濃の僧で、前僧あるいは、比叡さんの僧とも言う。また終わり小松原寺の住職であったとも言う。後に、織田信長に昇平されて進化に加わり、信長の命令でその着難、織田信忠付の家臣となる。天正十年六月、本能寺の変に際しては、 信忠だと共に二条信号所にあったが、信忠の命で逃れ、着難の三奉仕を、美濃義阜城から尾張清須城に移した。天正十一年、信長の次男、信雄に仕え、信雄から京都書士大に任じられたた。天正十二年、橋場秀吉の勢力が京都に新調すると、秀吉の家臣として、仕えるようになる。文禄四年、秀吉より五万国を与えられて、 丹波亀山上主となった。豊臣政権においては、京都書次第として、朝廷との交渉役を務め、天正16年の御用税天皇の呪落、大行行では武行として活躍している。また、自社の管理や落中落外の民政も任され、キリシタンを弾圧したが、後年には、キリスト教に理解を示し、融和政策も取っている。慶長三年、秀吉の命令で、 豊臣政権下の五奉行の一人に認じられた。ガモウ里が病の際に、秀吉は9名の万位による臨番診療を命じた。この仕組みの運営は、現医邸で出されている。現医が検視として立ち会っており、診療経過は、逐一、秀吉に報告された。秀吉没後は、豊臣政権下の内部構想の沈静化に尽力し、 徳川家康の合図性罰に反対した。慶長5年、石田三成が大阪で挙兵すると西軍に加担、家康討伐の弾劾上に署名したが、一方で、家康に三成の挙兵を知らせるなど、内通行為も言った。また豊臣秀頼の貢献人を申し出て、大阪に残り、さらには病気を理由に最後まで出陣しなかった。これらの働きにより関ヶ原の戦いの後は、 丹波亀山の本領を安堵され、その初代藩主となった。慶長7年5月20日、死去した。長男の周囲は、前年に創生していたため、三男の主家活が後を継いだ。織田信長、豊臣秀吉配下の中では、ある程度ではあるが、京都の公家、所持者とのつながりを持つ数少ない人物とみなされ、このような要素にも諸子大企業の理由があった。かつてだった関係から、 当初キリシタンには弾圧を行っていたが、後年には理解を示し、秀吉がバテレン追放令を出した後の文録2年、秘密裏に京都でキリシタンを保護している。また、ポルトガルのインド総督ともキリシタン関係で交渉したことがあったとされる。ちなみに、息子二人はキリシタンになっている。また、僧侶出身のため、仏僧の不行情を目撃することが多かったらしく。 彼らを強く非難している。ありがとうございます。